はい、どうもこんにちは、イリーと申します。今日はですね、iPhone を取り扱っている格安 SIM の会社をちょっとまとめてお伝えしようと思います。なので Android から iPhone に変えたい人にはちょっと気になるお話っていう感じですかね。で、Y モバイルのお話を前回をしたんですけど、あの時と比べてちょっと値上がっちゃいましたけど、まあまだまだ、Y モバイルがお安く使える、お安く利用、手に入る、感じになってます。じゃあちょっとそういうわけで、Y モバイルからお話をしていきたいと思います。あ、その前に、ですね、1、2、3、4、iPhone を取り扱っている格安 SIM は4社ありますので、それをちょっと4社ですね、お伝えしたいと思います。まず最初は Y モバイルですね。Y モバイルが、本当に値上がったのがちょっと惜しいんだよな。これ端末代、どうしようかな。端末だから、丸太でしょ。端末代が、これ取り扱ってるのが 5S の16または32なんですね。の16または32で、で、これがどうしようかな。まあ一番ちょっと書き方を変えよう。Y モバイルは、5S を取り扱ってるんですね。で、タイプが 16GB のタイプと、32GB のタイプがありますね。で、スマホプラン SML ってあります。SML、これ何かっていうと、この SML って何かっていうと、これは、月1ギガ使えて3ギガ使えて7ギガ使えるっていうやつなんですね、っていうプランですね。で、これで、毎月の金額、今から書く金額は毎月の、端末代の料金ですね。端末代の料金が756で216162 1080 1080、ここが変わっちゃったんですよね。ここがちょっと変わっちゃってますね。32ギガの7ギガだったら1080円か。どうですかね、これ16ギガってなかなか少ないから、なんだかんだ言って32ぐらいあった方が安心感あるので、まあどうだろうな。まあ1ギガで結構高いから、やっぱりここかな。7ギガもそんな中途半端だし、3ギガあれば十分かなって思うので、これおすすめはここですね。毎月1080円で端末代を払えば、利用ができるっていう感じです。これはあくまで端末代の、料金なので、それとは別途ちょっと月額の料金が入ります。1ギガだったら1980円で、ここにキュッパ、まあ、3000円ですね。で、4キュッパ、これ5000円ですね、っていう感じになります。まあ Y モバイルが一番安いっていう感じですかね。はい、では、次なんですけど、 UQ モバイルについてもうちょっと取り扱ってるので、次は UQ モバイルいっていきます。で、 iPhone5S を取り扱ってます。これ16ギガだけなんですよね、取り扱ってるのが。で、16ギガで、で、端末代金は、
端末代金は2100円なんですね。で、毎月のコストが1980円。基本料金にしよう、マルキにしよう、マルキ端末代で、トータルで268円。ちなみにこれが、毎月2ギガを使えて、で、60分分話せるプランですね、これが。で、もう一個あるんですけど、そうですね、これにプラス500円すると、これにプラス500円すると、これが6ギガになり、これが120分になるっていうプランですね。6ギガ、月2ギガのところが6ギガに使えるっていうところだから、まあ2ギガあればギリギリいけるかなって感じですね。っていう、プランがありますね、UQ モバイルだったら。こっちは2100円ですね。さっきのは1080円か。ってなったら、やっぱり Y モバイルの方がブームがありますね。端末代金だけみたい。で、次、もしもし X なんですけど、もしもし X は iPhone をすごい取り扱ってるんですよね。ただ、安くなっているっていうわけではなくて、ただ単純に取り扱ってるってだけですね。ちょっと一番安い iPhone6、5S がなかったです。iPhone6 が一番古いやつで、これが16と64と128、32がない。iPhone6 自体がないのか。59,800円で、72,000でしょ。で、84,400円ですね。まあだから、まあこれは決して、まあ安いっていう金額ではないから、うーんっていう感じですね。ただこれまあ分割でできるので、分割ができるので、青にしよう。ちょっとこれを、一番最低料金のこの59,800円を24分割したってなったら、これ毎月24分割したら、2491になるんですよ。2491円が端末代金なんです。端末代金。だから、あんまり安いっていう安いというわけじゃないから、ただもしもし X はただ取り扱ってますっていうだけですね。で、でこれでデータ SIM のこうなんだ、基本料金で一番安いのが1ギガのコースで600円ってあるんですよ。でもしもし X って基本料金が結構高いんですよね。高いから あえてもしもし X 選ぶとしたらこれがあります。かけ放題フルっていうのがあるんですね。かけ放題フル、まあかけ放題フルっていうのは電話がめちゃくちゃできるって思ってください。でこれがかけ放題フルだったら3380円で、で 1.5GB、1.5GB 使えて電話話し放題なんですね。普通の電話の回線が、3380円で、使えるっていう感じですね。プラス端末代っていう感じですね。だからまあもしもし X は安いっていうよりかはただ単に取り扱っているっていうだけですね。はい、では最後にですね DTI のお話ですね。で DTIは買うっていうよりかは取り扱っているっていう感じですね。取り扱っているんです。あ、じゃなかった、何言ってる、違う取り扱っているっていうんではなくてレンタルです。はい、すいません間違えました。DTI はレンタルなんですね。で
で何をレンタルしてるかっていうと、これ iPhone6S のグレイって決まってます。で月3600円ってこれ決まってます。あで今はなんか申し込みが殺到しているかで、取り扱いが一旦ちょっとストップになってます。でグレーで、これが端末代の料金なんですね、毎月の。でそれプラス、基本料金が1480円ですね。1480円で音声機能通話付きですね。音声機能通話付きで、これは、3ギガか、毎月3ギガって決まってるんですね。あだからこれ足すと5000円か、あーうーんって感じです。どうでしょうかね、今で4つ説明をしたんですけど、まあ、その中で一番 Y モバイルが一番いいかなって思いますね。 Y モバイルで M プランを選んで M プランが1080円か、1080円で端末代が1080円で、ちょっとこれ分かりにくいから消す。で M プランで3ギガ使えて29%、これだ、うん、これで3000でしょ。ちょっとあれ、まあ4000 はしょりますけど4000円ですね。これが一番いい、これが一番安い、4000円で。で Y モバイルは魅力的な特典がもう一個あります。10分間話し放題がついてます。月300回まで10分間、普通の電話回線の音質のやつ、 IP じゃないです、普通の電波のやつで電話するのが10分間無料が300回ついてます。それがついて4000円で、 iPhone のこれは 5S の 32GB ですね。これは iPhone5S の、32で4000円ですね。 32GB の GS になっちゃうのもういいや。 32GB の 5S ですね。 5S がはいが使えますっていうお話なので、これが一番おすすめかなって思いますね。でまあゲームをめっちゃするって人だったら iPhone6 とかハイスペックのやつは求めた方がいいかもしれないですけど、普通に使うのであれば写真とかももう進化のしようがなくなってきているんじゃないかなと思うから、まあ 5S でも十分画質がいいので、そんなに端末にこだわりがないって人はこれが僕はおすすめです。で今日のお話は以上です。では、どうもご視聴ありがとうございました。